84万円ですよ、支給されるんです。昨年末、政府与党はいわゆる移民法、入管法を改正しました。それによってこの春から向こう5年間で34万5千人以上もの外国人労働者が大量に押し寄せてまいります。それはほとんど大都市に集中するだろうと言われております。この京都市にも多くの外国人労働者の方々がやってまいります。当然ながら国民健康保険に加入する人も増えるでしょう。3ヶ月滞在すれば国民健康保険が発給されるんですから、当然その分私たち日本人の負担は増えます。こういったように、それとですね、もう一つ、日本人学生よりも外国人留学生が優遇されております。その国民健康保険、外国人留学生にはこの京都市から毎月補助がございます。しかしながら日本人学生にはそんな補助はない。日本人が冷遇されて外国人が優遇されている、それが今の現行制度なんです。そういったおかしな制度を本来あるべきの姿に変えよう、ただそう申し上げているだけです。それが京都に唯一の保守政党、日本第一党司会候補の西山武史です。ぜひですね、この京都において、この京都は本来一番保守ではなら、保守な町で、保守的な愛国的な町でなら、町であるはずなんです。千年の都です。しかしながらこの京都は伝統的に革新系が強い。特にこの左京区は革新が強い。先ほども言いました、この日の丸を否定し皇室を否定するような人々が政治に関わっているんです。おかしいじゃないですか。だからこそこの左京区にこそ真の保守政治が必要です。そこで私、この今回の京都市議選に左京区から立候補いたしました日本第一党司会候補の西山武史と申します。ぜひですね、私今、私の仲間がビラをお配りしております。私の仲間がビラをお配りしております。そのビラを手に取っていただいてですね、私の主な政策をご覧いただければ幸いです。ここは日本です。日本において現行制度で日本人以上に外国人が優遇されている方の制度おかしい。それを本来あるべき姿に戻そう、ただそう申し上げているだけです。日本第一党司会候補の西山武史、どうぞよろしくお願い申し上げます。プレス3枚、大変大きな音でお邪魔いたしました。雨もきつくなってまいりましたので、そろそろこの辺りで終わります。私は日本第一党司会候補の西山武史と申します。大変大きな音でお騒がせしました。この辺りで終わります。失礼いたします。